化チャンネルの塩です。牛です。今回もやってきました、エルカチャンネルホラー会です。今日来たのがですね、不粉町のですねあります内大臣橋っていうところにやってきました。俺も全然知らなかったんですけど、赤橋に続く自殺のスポットらしいです。内大臣橋、熊本県と宮崎県にまたがる内大臣橋。水面までの高さは86メートル。この高さを利用し、この橋では多くの自殺志願者が飛び降り自殺で亡くなっている。心霊の噂は想像通りの自殺者の霊が目撃されており、橋のたもとには自殺慰霊者への供養のためか、それとも橋で事故が起こらないようにの見守りなのか、地蔵巫女が建てられている。ちょっと怖いですね。知らなかったよね、ここは。知らなかったね。ごめんなさい、右の方振ってもらうとお地蔵様が祀ってあります。それでは進んでいきたいと思います。あ、今工事中ですよね。さっきも言ったじゃん、この手すりの間の感覚怖いよ。広くない？広い。でもなんかその自殺のって聞く割には防護柵みたいなのがない気がする。ないね。もしかしたら今これ工事しよるのがそれとか言わんよね。あー、防護柵作ってるんかな。映らんね。でここでなんですけど、知り合いからですね教えてもらった話が、これを内側じゃなくて外側に出ていきなりキャッキャ言い出したとか。ああ、急になんかそういう風になっちゃって。そうとか、この部分があるじゃないですか、柱の部分っていうか、はい、ここ登っていったと。ああ、そのお話の方から聞いた話はね、まあ、友人か何かなかもしれないけど。今暗いからさ、高さがちょっと分かんないじゃん。そうね、全然映らんとよね、顔は。あの、肉眼だとなんとなく下が見えるんだけど、カメラ越しじゃちょっと映らないんじゃないかなと。そうね、すごい流れが速い顔ね。でもこの橋もあれだけど、ここに車でがすごかったよね。すごかった。道やばかった。
テレビも何回かここに来てるみたいなんですよ。でその時にどっち側から撮影したかは分かんないんですけど、反対側まで行く危ないから行っちゃダメよっていう霊能力者的な人がそんなことを言ってたらしいです。え、それは渡りきるなってこと、橋を。そうそう、そしたら霊能力者の人がもうそこで戻ってくださいって言ったんだけど、要はテレビ的に渡らないとほら話にならないからってことで、うん、止めるのを無視して行っちゃったらしいんですよ、うん、そしたらなんかこう戻ってきたんですけど、うん、精神がおかしくなったような話が言ってました。なんかもう我々も渡りきりますけど、はい、そんな時にこんな話を渡っちゃいました。はい、こっちは何もないと思うんですよね。向こう側にお地蔵様があったかなっていうので、工事の資材が置いてありますね。どうですか、怖いかって聞かれると、特になんかそうでもないよね。何にも見えないからかもしれないけど、やっぱり今のところ怖さは感じないですね。そうなんだよね。さぞびっくりしたでしょう。まあそうね、そんなとこ歩いてる人いると思わんよなそうね、無事に戻ってきました。二人とも元気です。さっきも言ったんですけど、言うほど怖いっていう感じはしませんでした。特になんか鳥肌が立ったりとかいうのはなかったですね。エンディングを撮らずに解散してしまったので今撮ってます。内大臣橋でした。特にですね、幽霊とかの気配というかなかったですね。ということで今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。